すり鉢。すり鉢、すり鉢、すり鉢とは、食物をすりつぶしながら混ぜるための鉢。食材を細かな粒子状に砕いたり、ペースト状にすりつぶす加工を行うための調理器具である。透正のものが多い。同類のものに薬味用乳鉢がある。すり鉢は、薄の一種である。原型は中国にもあるが、多数の溝、串目をつけたすり鉢は、 日本の備前焼きに始まる。すり鉢の内側には、く目という放射状の溝がつけられ、効率よく作業ができる。く目は、名の通り、金属製の串を使って手作業でつける。作業には、すりこぎ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 が鉢と体で使用され、素材には、木、また上等品には硬くて、好奇のある山椒の木などが用いられる。 すり鉢の大きさは寸、またはこうで表される。一般的に大きめの方が安定して使い勝手が良いが、調味料など少量の素材では、くしめに多くの材料が残って、ぶどまりが悪い。これを防ぐため、調味料を作った際には、食材をすり鉢に入れて絡める。するという言葉が、お金をするにつながる意味言葉として嫌い当たり鉢、当たり棒と呼ばれることもある。 そのため、すり鉢でする行為を当たると表現することもある。さらに、すりごまのことを当たりごまと呼ぶなどすり鉢ですった調理物を示す意味の言葉としても用いられる。なお、すりこきは、西日本では、レンギとも言う。塩水系の形状を表現する、すり鉢型という言葉がある。特に火山活動で形成された、清掃火山やスコリア球の形状は、 すり鉢型と表現される。洋島のすり鉢山などこの形状に由来する地名もあり、転じてアメリカ海兵隊はかつてすり鉢号と命名した軍艦を運用していた。人にへつらういのごまをするという言葉は、すり鉢で入りごまをすると油が出て、鉢やすりこぎにこびりつくことから出た幕末の流行語であったという。同じ意味で味噌をするとも言った。 片手ですりこきの頭を押さえ、逆の手で中ほどを持ち、上の手は向こうへ押すだけ、中の手は横方向に動かす。動かし方は円形にするほか、塊を潰す時の、きめを細かくする際のすりこきを、三菱マークのように動かす、三つばすりなどの使い方がある。二人以上で調理する場合はカズトがすり鉢を押さえ、もう一人がすりこきを操作するが、一人の場合は、 小座を書いて、足の裏で押さえ、または正座して、膝の間に固定する。味噌の製造が機械化する以前は、原料の煮た大豆を潰すのには、薄と綺ねでついていた。そのため味噌には、豆粒がそのまま残り、味噌汁に使うにはすり鉢ですった上、味噌こしでこす必要があった。このためすり鉢は一家に一個と言える道具で、日本料理では他にも、ごまや豆腐をすりつぶす。 魚のすり身を作る、とろろ汁の山芋をする、練りらしを作るなど、非常に用途が広かった。しかし昭和に入った頃から、あらかじめ機械でこされ、家庭でする、必要の、ない、腰味噌が普及し、またすり鉢で材料をする作業は時間と労力がかかる、ことから、現代ではすり鉢を持つ家庭も減りつつある。すり鉢を使用する料理は、くしめに食材が残っているとカビが生えたり、異臭が、 するので、爪楊枝や竹製の専用の刷毛などでよく落とした後、たわしで洗い、乾かしておく。他の鉢と重ねるとくしめが傷むので、収納の際には、重ねないようにする。すり鉢の原型は、中国の壮大にも見られるが、多数のくしめをつけたすり鉢は、日本の微然焼きに始まる。もともと薄にはすりつぶす機能があったが、石製の薄から、 木製の大型のウスが一般的になるにつれ上下につく機能が強化されて処理能力は増大した反面すりつぶす機能が失われたため手頃な発明としてすり鉢が出現したと言われている。平安時代末期に制作された山井蔵氏国宝にすり鉢を使う女性の姿が描かれ800年前にはすでにすり鉢が使われていたことがわかる。 出土した実物のすり鉢の最初期の年代は、鎌倉時代中央から後半、すなわち、13世紀末から14世紀初頭頃で、微前焼の釜、グイビタニ用、熊山山町9号用など、で発見されている。16世紀頃から、公園部に、園体を持つすり鉢が生産され、串目も隙間を埋め尽くすように施されるようになる。微前すり鉢投げても割れぬと称され、 関西方面では、他の騎士と共に圧倒的なシェアを誇った。備前のすり鉢を横から見た形状は、底部から丸く立ち上がるので、半球型に近い。しがらき焼きの釜では、15世紀初頭の5位の器用で、すり目が1条1単位のものが出現し、15世紀中央から後半頃の長野3号用や東出用で、すり目4条1単位のすり鉢が出現する。 16世紀後半になると7本一単位のすり目を、隙間を埋め尽くすかのように施すようになる。セト焼では、15世紀前半から中央頃、コセト後期様式の窯で、すり目6本一単位のすり鉢が生産され始める。その後15世紀末に10から12本一単位のすり目を10から12方向に放射状に施すすり鉢が出し、16世紀の応用期にさらに、 すり目をぎっしりと施すようになる。横から見た形状は、富士山を逆さにして潰したような円錐状である。丹波焼きについては、14世紀中央から後半にかけての時期に一条一単位のものが現れる。焼き締め等で丈夫であることから、江戸時代前半には瞬く間に関東までのシェアを誇った。しかし、18世紀になると、 以前を模倣し半球型を呈する堺さんのすり鉢に東日本のシェアを奪われてしまう。以後、堺さんはその剣道さから徐々に東日本で瀬戸美野さんのすり鉢も圧倒し、明治時代までその傾向が続く。床波焼については中世を通じて米鉢しか生産されなかった。また15から17世紀にかけて河原室と呼ばれる脆い河原家のすり鉢が 生産されている。その他、越前焼きでもすり鉢が少なくとも、室町時代から生産されていた。かつての味噌は煮た大豆を荒つぶしの状態で仕込んだため、味噌汁などに使用する際は滑らかにすりつぶす必要がある。すり鉢は、台所の必需品であり、住居後からの出土例が非常に多い。公園部の変化やすり目の量の変化、新しくなるにつれて、 すり目が増えるが著しい異物であるため、考古学において遺跡の年代を決める変年の資料に使われることがある。なお、韓国には、ハワットドークという類似の調理器具があるが、串目ではなく、無数の突起をつけたもので、糸巻きのような形の付属の道具を用いてすりつぶす器具である。また、韓国には、唐辛子用のすり鉢もあるが八分割になっており、 日本のすり鉢ほど多数のくしを持ってはいない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。